さて、ドラゴンクエストビルダーの続きをやっていきたいと思います。キメラとね、遊び半分でまあ 3,40 匹倒してたら旅人の服じゃなくて、なんだっけ、ボロキレだっけ、わかんないけど、ぶっ壊れて、裸の大将になってしまいました。ということで、ミッションの報告はしたんですけれども、そしたら、次のミッションが出てきて、ちょっとどこ行くなんた、あら、話す、はいはい、大変だ。なぜかわからぬが、魔物どもがこの町を襲おうとしているようなのだ。なぜかわからないので、なんとしてもこの町を守ればならぬ。戦いに備えて準備を整えてくれ。我が輩もお主と共に戦うぞ。この町とピリンを守り抜くのだ。ということで、彼の言う通り、悪しき、魔物たちが、この地に迫っているようですね。ここは新たなメルギドを作る、あ、メルキドか。メルキドを作るための大切な拠点。魔物たちに破壊されるわけにはいきません。棍棒や傷薬を用意して、竜王配下の魔物たちを撃退するのです。さあ、戦いの準備はいいですか？ちょ、スポンポンに近い状態なんだけど、大丈夫かな？これが初めての本格的な戦いです。はい。ちょっと待って、傷薬。傷薬作ってないけど。ちょっと待って待って、骸骨軍団、準備できなかった。なんか棍棒は多分あると思うんだけど、どれだっけ、傷薬めんどくさいから、もうこれ全部作っちゃおうかも。まとめて作る。31個、はい、すごいいっぱい手に入った。OK、怖いよーって言ってる。来た来た、骸骨軍団。あいつらでも登ってこれないよね。おお、来た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 ぞ。お前ら、この野郎。行くな行くな。よし。ちょっと、守りが鉄壁ではなかったね。痛い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 。戦って戦って。ちょっと家が壊れてる。あ、壺だらけの部屋が壊されてしまった。はいはい。壊されてしまったっていうか、俺が壊したんだよ、これ。別に今はいいや。直さなくて。よし、よし、よし、よし。なんだ、こいつあんまり、ハメ技使えば楽じゃん。よし。OK。武器を取れ、皆の者。よし、よし、よし。ほら、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 ほら。これ攻撃するタイミングで避ければいいのか。OK。これで終わり？あ、そんなに大変じゃなかったね。パララタタタっていう音はないのね。魔物たちから拠点を守り抜きましたね。これで希望の旗もより多く輝きを増し、この地を照ら、あ、じゃあ範囲が広くなるってこと？リオの配下の魔物たちにこの町の場所を知られてしまいました。魔物たちは人間が団結し、かつての力を取り戻すことを恐れています。きっとこれからこの町を潰そうと魔物たちが定期的に襲ってくるようになるでしょう。そうなの？なんとしてでも魔物たちからこの町を守り抜き、いつかメルキドを支配する巨大な魔物を倒すのです。あ、それもちゃんと物語の軸なのね。え、なんですって？そんなこと自分にできるかわからない。役割とか債務とか、やっぱりよくわからないですって？物を作るのは好きだが、誰かに作らされたり、魔物と戦ったりしたくないと。今はまだそうかもしれません。しかしあなたは人との出会いの中で気がつくでしょう。特別な力を持つ者には果たすべき役割があることを。はい。翔平、どうやらこの地での私の役割は終わったようです。あ、どこ行っちゃうの？ここからは仲間たちと協力して、あなたが望む町を作り、メルキドの町を復活させてください。新しい地で、再び会える日を楽しみにしています。すべては精霊の導きの名前に。ってことは、新しい場所に行くとまたこの人が教えてくれるのね。あ、また石板か。あったね。ここでやることは終わったってこと？やったね。やったね。ちょっと、ぶっ壊しちゃったから、これ。直しておきます。一回上がったレベルは消え、あ、なんか、知らない人がいるぞ。骨。骨だって。はい。誰あんた？遠くに見えた光を目指して来てみたら、こんな場所があるなんてな。お前は誰だ？こんなところで何やってんだ？なんだって？ここに町を作ってるだって？へ、随分くだらねえことをしてんだな。人間が協力し合って暮らせたなんて。人間じゃないのこの人。人間みたいな感じだけどね。この世界じゃ自分が生きるのが精一杯。他人のことなんか構っちゃいられねえはずだ。とはいえ、歩きすぎて疲れちまった。少しの間、俺もここにいさせてもらおうとするぜ。俺はロッシー。まあ、長い続きはねえが、よろしくな。はい。
わかりました。じゃあちょっと皆さんね、寝られるみたいなんで、私人参のベッドに寝る。うん、何あれ、あれなんか新しいモンスターが追加されてるよ。寝る。早くね、石を壊せる。あ、暗い闇の中に光が見える。どうやら夢を見ているらしい。え、何ですって？王様の話を忘れた？お願いしますよ、大事なことなんですから。では私から失礼して。うわほん。その昔、伝説の勇者ロートは、ずいぶん昔の話ですね、この多分ね、神から光の玉を授かり、この世界を覆っていた魔物たちを封じ込めたと伝えられています。しかし、いずこともなく現れた悪の化身リオがその玉を闇に閉ざしてしまったのです。このままでは世界は闇に飲み込まれ、やがて滅んでしまうでしょう。リオを倒し、光の玉を取り戻す、それこそがあなたの使命なのです。すごい力説してるね。国中の人々があなたに希望を託しています。どうかリオを倒し、この世界を救ってください。この人は誰に喋ってるの？遠い記憶の断片のようだ。うん、どっかのお城の、でも勇者じゃないって言ってたもんね。しかし自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのか、よくわからない。なるほど。はい、この裸、一長羅というか裸一貫はなんとかならんのかね。あとね、さっき言いかけたけど、石を削れるようになって石の家にしたいな。話す。よくぞ魔物たちを撃退した。それでこそ王子だ。それでこそビルダーだ。しかし魔物たちにこの町の存在が知られてしまったようだ。またいつ魔物が攻めてくるかわからん。町を守る方法を考えねばならずぞ。それはそうと、お主、あの戦いで不思議な石板を手に入れたであろう。はいはい。実はメルキドロクで見た記憶があってな。改めて調べてみたのだが、どうやらあの石板を使えば旅の扉なるものが作れるようなのだ。何でも旅の扉を地面に置けば、自分が必要とするものがある場所に光の扉、自分が必要とするものがある場所に光の扉が開くのだそうだ。ちょっと日本語はよくわかんないけど。はいはいはい。ビルダーであるお主なら旅の扉を作れるはずだ。どうだ、作り方思いつかんか。もし思いついたらそれを形にしてみるといい。考えてる。クレヨンしんちゃんみたいな体型だね旅の扉を作るのだ。旅の扉青。はいはい、作りました。で、これをどうすんの。これすごい勢いです。来たぞ。でかしたぞ。翔平、ついに扉の、旅の扉ができたのだな。これで新たな土地とこの拠点を行き来することができるようになるだろう。新しい土地には、新しい素材がある。新しい素材があれば新しいものが作れるぞ。さあ、旅の扉を地面に置き、新しい地へと旅立つのだ。ここの町は、どこいいの？やんなくて。お主の力を強め、町を発展させるために、我が輩から一つ頼みたいことがある。旅の扉が開いたら、旅立つ前に必ず我が輩に声をかけてくれ。なるほど。やった、ボロキレ裸から卒業。裸から卒業できる。ボロの服、作る。オッケー。装備で、これだね。装備、はい。じゃあ、あとはもうやることないから、旅の扉を作ればいいんでしょ？旅の扉ってどんだけでかいの？あ、こんな感じのやつね。そんなでかくないわけだ。ここ3だから外に置きたいな。家の中に置く場所は、ないじゃないよね。これ、このエリア、まあ、とりあえず仮で置いとくか、ここに。はい。新たな場所への扉が開いた。なるほど。なかなかだなって褒めてくれてる。出がしたぞ。はい。旅の扉を開いたのだな。素晴らしい。なんと神秘的な輝きだ。扉の光は今お主が求める。なんかこの女の子止まってない？なんか。得られる場所につながるという。なるほど。お主には旅の扉の先で物を作るビルダーの証とも言うべき
大木槌の作り方を調べてほしいのだ。メルキドロクによれば、大木槌なら硬い木や岩をも砕き素材にできるという。木は、木や岩の他にも新しい場所には、新しい素材がたくさんあるだろう。なるほど、作りたいね。新しい素材で新しいものが作れる。そうすればこの町をさらに大きくできるのだ。大木槌の作り方はその名の通り、魔物の大木槌は知っているはずだ。ああ、作り方を探り実際に作り出して我が輩に見せてくれ。なるほど、動き出したぞ急に。話してみようか。どうやらここには部屋もあるしベッドもあるみたいだな。住み心地は悪くなさそうだ。しばらく俺もここで暮らしてみるとするぜ。何言ってんだよおめえ。さっき出てくるとか言ってたね。おっと、でも勘違いすんなよ。俺は町人ってのにはなる気はねえ。悪いが俺は誰かと群れるってのが苦手なんだな。群れてるんじゃねえのそれも。話す。魔物をやっつけてくれてありがとう。すごく怖かったけど翔平が守ってくれて嬉しかったよ。ねえ、ところで翔平、町に来た新しい人と話してみた。話したよ、あの気分悪い。あの人も一緒にここに住んで町づくりに協力してくれたらいいんだけどな。多分無理じゃねえの。はい、ということでですよ、旅の、服も整ったし、旅の準備は大丈夫。骸骨はしまっとこうかな。よいしょ。さあ、オッケー、行ってみましょう。旅立つ。お、宝箱があるじゃありませんか。宝箱に古い紙が入っていた。紙なのこれ。紙に見えないんだけど、水晶にしか見えないんだけど。そこに文字が綴られている。メルキドの荒野を旅する者よ。この宝箱に入っていた導きの玉青。あ、なるほど、メモも入ってたってことね。地面に置くとコンパスにその位置が記される。不思議な玉だ。マーキング用のアイテムってこと。この玉をその地に置けば目印となるだろう。この印を目にする冒険者の旅の成功を祈る。メルキドの冒険、冒険家ガンダル。あれ、あ、これ取らなきゃいけないのちゃんと。了解しました。あ、大木槌さんいるじゃないの。いい、懐かしいね。よし、じゃあ君倒すとさ、いきなり会いたい、痛い、会心の一撃とかやってくんじゃないの。初めて怪我を手に入れた。川の鎧だって、いいね。ちょっと待ってね、川の盾をひらめいた。これ川装備作るしかないね、ちょっとね。スライムベスだっけこれ。ほらほら、よし、赤い油。旅人の服。なるほど、染料。色のある油や炭をなんか作れるようになったってこと。これは何、これ。退屈だぜとか言ってる。読む。大木槌の里案内所。はい、案内所。この人喋れんの。話す。おお、お前は人間じゃないか。俺なんか浮いてるけど大丈夫か。あ、焚き火の上に乗ってんのね。さも当然って顔で家に入ってくるとは、向こう見ずというか大胆というか。まあいいさ、俺は昔から人間が嫌いじゃない。あ、そうなの。それで俺に何か言おうか。何、大木槌の作り方が知りたいだと。おお、お前はなんてエッチな思想をするやつなんだ。どういうことだよ。あ、なんだ、大木槌って俺たちが持ってる道具のことか。何と勘違いしたんだよ。大木槌の作り方はこの先に住んでる長老なら知ってるはずだ。なるほど、長老の家に行くんなら屋根の炎を目印に探してみろよな。これを人間、これをやる。俺からの大塚好きの印や。大塚落ち読めまあいいやってやつだ。落ち好きの印ね。はい、看板を手に入れた。はいはい、了解です。じゃあこの先に住んでるって言ってたよね。家の上に炎がある。ちょっとキノコを食べとく。はい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 。みんな住んでんのこれ。これかな。長老長老とか言ってる、騒いでる。ちょ、キノコいただいとこう。ごめん、ちょっと家壊しちゃった。した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 。はいはいはい。粘土、あ、粘土ってのもあんの。あー、骸骨がいる。いたいたいた、でかいやつ。おお、でかい。話す。
そう、これは珍しい。お主は人の子か。わしは大きい筋の長老じゃ。ちょっとさっき仲間いっぱい殺しちゃった。ごめんね。滅びを待つ哀れな人間をわしに何か言おうか。ほう、大きい筋の作り方を知りたいと申すのか。まずはの、息が良くてピチピチとした大きい筋を腹ばいにして。何に勘違いしてる。お主が知りたいのは道具の方の大きい筋か。大きい筋は我らが秘宝。作り方はそう簡単に教えられぬ。ほう、何もそこまで分かりやすく落ち込まつとも良いではないか。そうじゃ、実はこの家の天井に穴が3つほど開いてしまっていてな。はあはあ、自分で修理しようと思ったんだ。なかなかうまくいかず、口が回らない。なかなかうまくいかず困っておったのじゃ。雨が降ると水が漏れ出してかなわん。わらどこで直してくれると嬉しいのじゃが、どうじゃ、お主に直せるか。この辺りのツタで紐が作れる。紐があればわらとこを作れるはずじゃ。なるほど。大きい筋の作り方と引き換えじゃ。天井の修理ね。了解。なんかあるぞ、ここに。収納する。あ、何もねえ。こっちにもあったりして。まあいいや。じゃあ、ツタを取ってくればいいってこと？あ、確かに。あ、ここにあれがあるのね。了解。じゃあ、わらとこね。俺たち住んでる家、屋根なんてねえぞ。さあ、ちょっと夜になっちゃいましたけど、戻ってまいりました。ちょっと荷物整理しようかな、ここに入れて。あとは、何を作ればいいの？OK？ あ、紐をまず作るっつだよね。紐が10個必要ってこと？10個。あ。はいはい。干した草を編んだブロックね。了解しました。もう一個作れるスペースがあるから、これね。はい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 。持ち物いっぱいになりました。了解しました。敷きわらセット。土を変化させるための魔法の道具。周囲の土、あ、そうなの？あ、そういうこともあるのね。なるほど。じゃあ、ここに押し詰めて、ここでいいの？あと。修理した。修理したよ。話す。天井を直してくれたのだな。はい。いとも簡単に天井の修理をやってのけるとは、まさかお主は物を作る力を持つという伝説のビルダーなのか。いや、そのようなことはどうでもいいこと。お主のことも私は、わしは見なかったことにしよう。人間は力を失い、今や滅びを待つ存在。かたや我々はその数を増やす一方じゃ。わしはな、人間と我々の今のあり方が必ずしも正しいとは思えるのじゃ。人間が多すぎるのも確かに困る。しかしこのままでは世界の調和というものが。よし、リオ様に言えぬが、ほんの少しだけお主のことを助けてやろう。いい人だね。まずは、ほれ、薬草があった大きい筋の作り方を教えてやるぞ。なるほど。ひらめいたんじゃなくて教えてもらったんでしょ。木材を固めて頑丈にした加工ハンマー。加工したハンマーね。硬いものを壊せるようになる。やったね。じゃあ、とりあえず一回戻るか。これ、キメラの翼使ってれ、もうあそこに戻れるのかな。はい。初めて使います。あとで大きい筋狩りに来ないとね。おー、便利だね、かなり。オッケー。じゃあ、とりあえず、おねんねしてですよ。大きづち、あ、とりあえず道具の整理しようか。さて、荷物の整理も終わったので、敷きわらセットっていうので床を変えてもいいのか。なるほどね。床よりなんか石にしたいな。あと、大きづち来ました。大きづちを、何が必要だって書いてた？大きづちは、太い枝3つでいいの？あ、そうなんだ。じゃあ、大きい槌いっぱい作っとこうか、とりあえず。OK！ ということでですね、終わった終わった。はい、話してみましょう。おー、よくやった！ちょっと顔が近い近い近い。ついに大きい槌を作り出したのだな。大きい槌を使えば今まで壊せなかったものが壊せるはずだ。例えば、この辺りにある木や岩。青い扉の先には、銅や石炭など鉱石があるという。それらの素材を手に入れれば、お主なら新しい何かをひらめくだろう。
そしてひらめいたものを実際に作ることでさらに新しいものが作れるようになるはずだ。手に入れた大木槌を存分に使い、まずは手に入れたことのない素材を片っ端から収集してみるのだ。そして何か新しくひらめいたらその新しいものも実際に作ってみるがよいと。そうだな、まずは手始めに大木槌で近くの木を素材にしてみてはどうだ。なるほど、木も伐採できるようになったってことですね。了解しました。ちょっと木切ってみます。ここで入ったりすると、ここの明かりが照らされるところまでが今町の範囲ってことでしょ。ってことはここに、この1マス離れたところに壁を作っておけばいいってことだから、もうちょっと広げられるってことだね。じゃあもうちょっと拡大しますか。おらおらおら、すげえ。おお、木材、はい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 。ブナの苗、苗まであんの？オッケー、じゃあどんどん手に入れていきます。